皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ファイナルファンタジー8実況プレイのパート2の続きです。早速戦闘始まってしまった。ディスク3に入りましたね。イデアを倒した後、リノアだけ、意識不明の状態になってしまったんですけれども、これから一応ね、イデアに会いに行きたいと思います。材料あったんで、スコールの武器成長させました。プライム&ペナルティだったかな。ちょ、最強のガンブレードの一個手前と。うん、プライム&ペナルティね。はい、ロスルしています。待て、ババニクス、ああご苦労様でした。怒ってますか？そうですよね、私は偉そうなことを言い続けて、いざという時に逃げ出したわけですからね。君たちの敗北は君たちを失うこと、君たちの勝利の報告は妻を失うこと、どちらも耐えられそうにありませんでした。私はいいです。ただイデアは許してください。ごめんなさい、私の子供たち、本当の子供のように思って育ててきたあなたたちを、私は、俺たちも同じです。俺たちもママ先生だと知ってて戦いました。ママ先生、あなたたちはシードですから、戦いを避けるわけにはいきません。立派でした。でもまだ終わったわけではありません。こうしている瞬間にも、私はまた。ん？私はずっと心を乗っ取られていました。私を支配していたのは、魔女、アルティミシア。アルティミシアは未来の魔女です。私の何代も何代も後の遠い未来の魔女です。アルティミシアの目的は、エルオーネを見つけ出すこと。エルオーネの不思議な力を求めているのです。私は、エルオーネをよく知っていました。アルティミシアは恐ろしい魔女です。心は怒りに満ち溢れています。そんな魔女に、エルオーネを渡すわけにはいきませんでした。私にできることは、私の心をアルティミシアに明け渡して、私自身をなくしてしまうことでした。そうしなければ、エルオーネを守れなかったのです。その結果が、みんなの知っている通り、ガルバディアに現れたのは、アルティミシアに屈した私の抜け殻でした。アルティミシアはまだ目的を果たしてはいません。だからまた、私の体を使って行動を起こすでしょう。
今度は私も抵抗するつもりです。でもそれでもダメだったらあなたたちと再び戦うことになるでしょう。頼みますよシードたち。あなた方は魔女アデルのことを聞いたことがありますか？魔女戦争の時エスタを支配していた魔女、現在行方不明。そう習いました。ガルバディアの人々は私が魔女アデルの力を引き継いだ現在の魔女だと思ったようです。でも私は違います。私は5歳くらいの時に先代の魔女から力を引き継いで魔女になったのです。どういうことかな。魔女アデルは生きているのだと思います。そしてアルティミシアンが私の体を解放したのは魔女アデルの体を使うためではないでしょうか。いろんな魔女が出てきたな。魔女アデルは力を自分の欲望のために利用することをためらわない魔女です。そのアデルに未来の魔女アルティミシアンの力と怒りが入り込んだら、その恐怖はどれほどのものか。魔女アデルは力を自分の欲望のために利用することをためらわない魔女だった同じ言葉だった。結局何をどうしたらいいって話だね。スコール、もっといろいろ聞いておこうぜ。もういいだろう。ママ先生の話を聞くのは大切。そんなこと分かってる。でもリノアが。ママ先生、リノアに何が起こったのか分かりますか？リノアというのは、水色の服を着た女の子ですね。かすかに覚えています。何があったのですか？ママ先生との戦いに参加しました。戦いが終わって、気づいたら、体が冷たくて、全然動かない。リノアは死んでしまったのですか？違う！ごめんなさい、スコール。私は力になれそうにありません。じゃあ、いいです。スコール、気持ちはわかります。でも君は指揮官なのです。ガーデンの他の生徒たちも、自分たちの戦いの結果や行方を知る権利があります。ここで聞けるだけの情報をガーデンに持ち帰りなさい。リノアだけじゃありません。みんなが戦ったのです。分かってます。でもけど、だって指揮官が使う言葉ではありませんね。黒くなれ。アルティミシアの目的はエルオーネ。初めて会ったのはシードになった夜、再会はティンバーだったな。エルオーネの式の力、祈祷の意識を過去に送る力。アルティミシアはエルオーネの力を使いたいんでしょ？最初は言い合いばかり。でもだんだん変わってきた。そうか、アルティミシアはこの時代からさらに過去の自分の意識を送りたいんだ。過去で何をする？ふと気づくとあんたは俺の方を見ていた。目が合うと微笑んだ。時間圧縮？穏やかな気持ちになった。時間魔法の一つ、過去、現在、未来が圧縮される。世界はどうなっちゃうのかしら。そんなことしてどうなるのかしら。リノア、俺にはもうチャンスはないのかな。時間が圧縮された世界なんて全然想像もできないよ。おい、スコール、全然聞いてない。要するにエルオーネをアルディミシアンに渡さなければいいんだろう。そうだけど、ガーデンへ戻る。放送でみんなに知らせておこう。僕たちだってリノアのことは気になってるんだよ。だったらもう少しくらい。いや、いいんだ。以上。
大体の状況説明だ。俺たちの当面の目的は、アルティミシアより先にエルオーネを見つけ出して保護することだ。エルオーネは白いシードの船に乗っていると思われる。俺たちはその船を探す。船は、どこにいるんだろうな。しばらくは情報収集が基本になると思う。ただし、戦闘の準備は忘れないでくれ。ああ。それから魔女イデアは、自分の家に帰っている。おそらくイデアはもう敵ではない。そっとしておこう。さてと。まあね、その、エルオーネを保護してアルティミシアの目的を阻止するっていうことももちろん大事なんだけど、ね。リノアが気を失いっぱなしなのは、やっぱりね、どうにかしたいよね。にしても、シード学園長もなぁ、ね、いろいろ突っ走ったり、いきなり逃げたりするくせにして、ね、なんていうか、ちょっといろいろ買ってた、つうかさ、こんなに冷たい。ずっとこのままなのか。俺には何もできないのか。あんなに元気にしていたリノア。それなのに、声も出さずに。俺、あんたの声が聞きたい。これじゃ壁に話してるのと同じだ。リノア。俺の名前を呼んでくれ。急に。お、送る人物決めれるぞ。じゃあこれでいきます。ラグナ編ですね。なんで俺がこんなことしなくちゃならないんだよ。金がないからだ。もっと寒くねん。悪かったよ。ホテルにばっか泊まったのは確かに俺のせいだ。でも俺役者なんてできないって。と言いつつ少しはその気のラグナ君であったと。はいはい、早く準備して。まったくいい加減な監督だぜ。俺みたいな素人で映画作るなんてよ。あったよ。スカウトされてラッキーだったよ。なんつっても金もらえんだからな。もう、アジかよ。嫌だってこんな格好。この子に呼んで文句は言わない。はい、着替え完了。さあ、行った行った。お、来た来た。似合うじゃないの。こちら、共演の魔女さん。よろしくお願いいたしますわ。あとはドラゴン役なんだが。お、ちょうどいいや。後ろの二人。はい。悪いんだけどさ、ちょっと着ぐるみの役者が風邪ひいちゃってさ、向こうにあるドラゴンのぬいぐるみ着て、のしのし歩いてきてよ。バイト代を出すからさ。まあ、しょうがないか。はい。じゃあ役者は向こうでスタンバイね。ラグナが剣持ってる。鎧着て。お？うわ！なんかそのリアルな鳴き声聞こえてきたけど。はい。じゃあ行くよ。カット12。魔女で絶対絶命。よーい。アクション。おお、騎士殿。邪悪なドラゴンより、私をお守りください。おお、私が、お守りしますよ。
上がっちまうじゃねえか。それになんだガンブレードなんて、研修以来だな。おい、こんな感じか。お、いいね。セリフを後で聞かえるとして、はい、ドラゴン登場。おい、ちょっとドラゴンだよ、ドラゴン。お、来た来た。いや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 、本物じゃんよ。おお、なんというリアルな動き、すごいぞ、キロクスン。王の名前が呼ばれないのは、ここ、王といない場合もあるからね。でも、ぬいぐるみ、あんなにでかかったかな。お、マジ、キロスと王のやつ、気合入ってんな。本物そっくりじゃねえか。構えがサイファーっぽい。お、おい、キロス、ちっとは加減。これ本物じゃねえか。なに、どうりででかくてリアルだと思った。 なぜどうりでこと言ってる場所じゃねえな。じゃあ騎士君、あとは頼んだよ。では騎士様、あとは頼みましたわ。逃げた。おい、てめえら、俺を置いてくな。あらら、ち、見逃してくれそうもねえな。ガンブレットでできることは。よし、行くぞ。基本連打。基本連打。いけ。あれ。あら、入れた。頑張るよ。連打でいいんだけど。いけ。よしよしよし。オッケーオッケー。オッケー。もうちょい。よし。チャンス。今のうちに逃げるぞ。まあ割り込まれた。だー、すごいぞ。キロスとウォードは何してんだ。呼んだかい、ラグナ君。あら、お待たせ。ほい、パス。よし、反撃開始だ。で、ちょっと待ってくれよ。必ず選びまして、ジャンクション何もしないんで。攻撃属性ブリザガにして、あとファイガーつけとこう。イフリートと、なんだっけ、カーバンクル、リバイアさん、アレクサンダー、いろいろセットしますね。
喋り気多いなぁ。大したもねえな。じゃあこのまま殴ります。なんか取れ、それはいらねえ。よし倒したかな。えい、何匹いるんだよ。相手してられるかっての。逃げるぜ。なんだよあれ。接続が切れないわ。接続ってなんだよ。スコールなの？ああ。接続っていうのは、私がそう呼んでるだけ。
私の不思議な能力を使うこと。わかった。私眠ってるんだ。だから力をコントロールできないんだ。ごめんね、スコール。あと少しだけ心を貸して。もう返してくれよ。やっぱりここにはいないよな。そのエルオーヌちゃんはどうしたの？エスタ兵に誘拐されたんだ。俺なんとかエスタに入ろうとして、旅を続けて、かれこれ。エスタ魔女、アデルの後継者集め。そうそうそれ。娘さん？違うけど、でも可愛いんだよ。ああ、声が聞きたいな。俺はリノアの声が聞きたい。完全にスコール、リノに惚れてんじゃねえか。どうしました？いや、妖精さんが。この頃イデアはもう魔女だったんだね。俺、過去でも何でもいいから、リノアの声が聞きたい。動いてるリノアが見たい。もしかしたら、助けられるかもしれないんだろう。過去は変えられないよ。私、やっとわかった。私がエスタに去られた時に、ラグナおじさんは旅に出た。でもそのせいで、レインが死んじゃう時に、ラグナおじさんはそばにいられなかった。レインは生まれたばかりの赤ちゃんを、ラグナに見従ってた。レインは、ラグナ、ラグナって呼んでた。だから、何があっても村にいるように。でもダメだった。もうあの瞬間には戻れない。それに、私、会ったことのある人の中にしか、あなたたちを送り込めないの。ごめんね、スコール。接続、切れそうなの。またあなたと話せるように、試してみるね。お姉ちゃん、エルオーネ。俺は。ラグナとレインの間に子供がいて、で、エルオーネの能力は、まあ、会ったことがある人物同士を接続することができると。なるほどね。俺は、リノアの声が聞きたい。過去に行けばあんたに会える。うまくやれば過去を変えることだって。エルオーネ。エルオーネ、聞こえるか？俺を過去に送り込め。リノアが高年になったあの瞬間に。エルオーネ、答えてくれないのか？白いシードの船に乗ってるんだった。白いシード。イデアのシード。イデアのシード。そうか。イデアに聞けば、あの船の場所がわかるかもしれない。そうすれば、エルオーデに会える。そうすれば過去に。オッケー。じゃあ、目的が一つできました。これからその、白いシードの船を探すために、旅に出なければならないということで、次回またね、イデアの家に行って、今その白いシードの船がどこにあるのかということを、聞き出したいと思います。まあ、エルオーネのことも守らなければならないですけれども、リノアのことも当然助けたい。まあ、どちらを優先するかっていうのはね、ちょっと決められないかもしれないんだけども、まあ、多分スコールは、まずはリノアを助けたいっていう気持ちを優先するさせるんじゃないでしょうかね。はい。では、ファイナルファンタジー8実況プレイのパート41、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まで見ていければな。